一条、三ヶ子、近世人物史、徳川慶喜公5連十一条三ヶ子明治27年7月9日は、幕末から明治の公家女性で、最後の征夷大将軍、徳川慶喜の正室。実父は今出川公久、養父は一条、忠敬、昭憲皇太后は義妹。幼名は、野辺君、当初の意味名は祥子。当初、徳川慶喜は、関白、一条、忠敬の娘、千代君と婚約していたが、婚儀直前に、千代君は法相に離官した。そのため代役として立てられたのが、野辺君であった。野辺君は、忠敬の養女となり、昭君と改名。嘉永6年5月18日に婚約が整い、江戸に下校、安政2年11月15日に、結納、同年12月3日に結婚した。慶喜との間に、安政5年7月16日に女子を出産するも、20日には、夭折した。その後、慶喜は、将軍後見職となり、将軍家持と共に京に向かい、長い別居生活に入る。慶応2年に慶喜は、将軍となるが、この時も慶喜は受落中であり、祥子も江戸城大奥には入っていない。慶応4年1月にようやく慶喜は、江戸に戻ってくるが、それは、将軍職を返上した後のことであり、慶喜はそのまま、上野寛永寺、引き続き駿府宝台院にて、謹慎生活に入り、祥子は対面することができなかった。明治維新後も慶喜は、静岡、祥子は、東京の一橋屋敷という別居生活は続いた。この頃、祥子から三ヶ子に改名している。明治2年9月に慶喜の謹慎が解除され、その2ヶ月後に三ヶ子は静岡に向かい、10年ぶりに共に暮らすようになる。その後、慶喜は新村新、中根美幸という側室を抱えたが、その間に生まれた子供はすべて三ヶ子を実母として育てられた。明治27年に乳がんを発症し、5月に治療のため東京の徳川家里の屋敷に移る。同19日に高松良雲の執刀で手術を受けるが肺水腫を併発するなど経過は思わしくなく、7月9日に死去した。享年60。院号は定宿院、墓所は東京の谷中墓地。静岡で見送った慶喜に送った和歌は、三ヶ子の辞世の句として紹介されることが多い。晩年の三ヶ子テレビドラマ小説。ありがとうございます。